木村総、こんにちは。ナリトチャンネルのナリトです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は日本のお笑い動画でドリフターズの映画館を見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ見ていきましょう。OK, 내동아프리라는유명한판지사주본소문진도모지모니기념師走の声を聞くと同時に多くの正月映画が封切りされます。これも楽しみですね。映画館これ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。はいはい、もう映画始まってるだわね。私このね案内状60年やってるからすぐ分かるでね。今始まってるだわね。急がりゃなねで。もう案内するべなじゃ。はい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 。始まったじゃん。今もう始まってるもんだからね。はい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 、はい、こちらです。はいはい、階段になってきたらこっちで足元暗いから、はいはいはい、一段降りて、はい一段上へ一つ置いて、ほら次階段だからね。はいこっちで、はい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 、皆さんに迷惑なれ。いくまで泣けなくなる。ちょっと待ってね、私ね目が遠くてわかんねえだね。いくまで書いてある。いくまで書いてある。これわわ殿の52です。あんだって、いや、私、本当に目の音で悪かったって、ね、わかんねえだね、これ。あんだけ、あらすじ、60年やってるから、あるんだけどね。おぉ。出なくてよ。今よ。怖い。私、このね、案内状60年やってた。分かってんだよ、60年やってんだろ。いや、これ、否定席だから、もう、これ、こちらのお客さんまで。分かってから、静かにしろっつうんだよ。その、うわってのやめろよ、やろう。うわってのやめろっつうんだよ、その話聞くれに、バカやろ。案内してるだよ、案内してる。静かにしてくれって言うの、静かに分かんなっちゃう。悪いね、うん、悪いね、レザーね、うん、そうそう、ちょっとこれ読んでみて。とねとと、ね、あとねと、おい、何怒ってんだこの人。映画の筋が分かんなくなっちゃうから、人の話を立つき、ウェ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 って言うんじゃねえもん、エロウェウェじゃなくて、映画の筋が分かんなくなっちゃうから静かにしろって言ってた。案内したらいいの、案内したらいいの。静かにやる。姿勢のおばさんが悪いね、悪いね。悪いんだよ。とのさのとちこでとないいかなんだよ、とっつってたろ。とって言えばとか、まだとかあるんだろ。何のことだよ、俺。俺、私のこと、私が、ちょっとごめん、私がね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 、借金だね、お客さんも、おばあちゃん。おぉ、ペランのためにどうぞ。そしたら、途中でそれ落とすだけだ。静かに、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 途中だと思ってバカにしやがって。さっき言ったけど、地点見せればすぐんじゃねえか、帰ろう。同じ口ねえぞ、やばい、やろう。こんなに静かに、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 映画の筋が分かる。映画の筋が分かる。ここが川でしょ。こう、川、川、川。うるせえよ。とう探してんだろ。とうあれくないかばかやろう。ありがとうですか。あそのとうだよ。これがかんだから確認しなかったね。あて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 大変だ。この世界は真ん中に行くぞ。やろうだけ。すごい優秀先生。あ、ちょっと、あ、ちょっと、ちょっと、自分たちで探した方がいい。やってよ。あ
ごかった。またいかがでしょう、いかがでしょう、クロネッツガム、いかがでしょう。この言葉思い出す、思い出しながらそれを見ながら笑っちゃうのが、あの志村ばちゃんが自分があの6、4年間その仕事やってるからみたいな感じに自慢をしていたら、こんなめちゃくちゃな案内本当にこれあの笑ってたまらなかったんです皆さんはどこが面白かったんですか、教えてくださいね。いや本当に面白かった。しかも映画館、今日本の映画を見に行く状況はどうですか。カンボジアだったらどうでしょうね。私があんまりコメントできないんですね。映画館に見に行くにはすごく回数が少なしすぎて、本当にもう多分10回以内だと思う。映画館に行ってないんです。先のぼって話をすると、カンボジアでは、ポルポト時代の前、映画館とかがすごく多いらしかったんですね。今残された古い映画館何も使ってない、またはリノベーションをしてビジネスセンターになったりホテルになったりする、ゲストハウスになったりするところも多いらしいですけど、ポルポト時代終わってからまだ映画セクターがまだまだ弱くて、今でもまだ映画はあまりにも強くない国で、ほとんどみんな見てるのがハリウッドを映画とか韓国やいろんな国、もちろん日本の映画もあるんですけど、それを見ているらしいですね。だけど私が映画好きだけどあまりにも見に行く機会がなくて、映画の状況わかんないんですけど、だけどそうですね、あ、日本に映画祭見に行ったり、私がアナウンサーだった時は日本の映画祭に参加したことがあって、日本の動画とかをいっぱい見ていました。仕事だけど、それだけだよな。だけどその時みんな映画館見に行くようなイメージが強いなと私が思っていますけど、今どんな状況ですか、もし教えてくれたら嬉しいです。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。また私動画でお会いしましょう。チュンルビー。